JB-4 はアメリカ合衆国の初期の空対地ミサイルである。MX-607 としても知られる。この兵器は第二次世界大戦中、アメリカ陸軍航空隊によって開発されていた。テレビジョン、無線指令誘導を使用する JB-4 は戦争終結によって開発中止になる前に飛行試験段階まで到達していた。 計画コード MX-607 の下、オハイオ州ライト飛行場で開発が行われた JB-4 は、ギガバイト y 4滑空爆弾を回収したものであり、この滑空爆弾は1944年にアメリカ陸軍航空隊で収益していた。JB-4 の動力は、フォード PJ31 パルスジェットエンジンであり、これは先行の無動力爆弾と対照的に、 改善されたスタンドオフの距離を与えようと意図していた。さらに、追加されたエンジンはこのミサイルを地上発射可能なものとした。ただしエンジン用の燃料を携行する必要から、ギガバイトマイナス4のコアを形成する、弾体が9 1 0ラムであるのに比べ、JB-4 マイナスの弾頭寸法は3 4 0ラムに制限された。主として、 合板構造を利用した JB-4 はテレビジョン無線指令誘導を用いた。搭載されたアン・アクスト2送信機はミサイル先端部に載せられたカメラからの画像信号を遠隔操縦するオペレーターへと送信した。オペレーターは送信された画像を監視し、無線を介してミサイルに指令を送信、確実に目標を直撃するようミサイルの航路を修正する。 1945年1月、JB-4 は飛行試験段階に入った。このミサイルは時速 640km 以上での巡航能力を実証したものの、テレビジョン誘導の概念は当時の技術的限界に苦しめられており、完全な晴天以外では何であれ図像の判別が難しいものとなった。本ミサイルは信頼性の問題にも苦しめられていた。 これらと1945年8月の第二次世界大戦の終結が組み合わさり、結果は計画終了となった。生産された JB-4 のうち、実戦投入されたものはない。ありがとうございます。